ほなチャンネル。チャオ、バーチャル YouTuber のおくりもなです。今日は ICO についてお話ししたいと思います。 ICO とはイニシャルコインオファリングの略で、簡単に言うと企業がプロジェクトをやるために仮想通貨で資金調達を行うことです。トークセールやクラウドセールとも言われています。簡単な流れは図のようになります。図からわかるように、 ICO とは企業がトークンと呼ばれる仮想通貨を発行して、そのトークンを購入してもらい資金調達する仕組みになっています。すごい仕組みですよね。で、投資した側はその ICO 案件のトークンが大手の取引所に上場することを応援し、値上がりを期待したりします。数十倍の値上がり案件もたくさんあるようで、夢がありますよね。また調達する側にしても、未上場の企業が ICO を使い巨額の資金調達ができるってすごくないですか？実際現在までにたくさんの企業がプロジェクトを立ち上げて ICO で巨額の資金調達に成功しています。このトークンにはメリット、デメリットがあります。投資メリットとしては、プロジェクトが成功し値上がりすれば大きな売却益が得られる場合があります。デメリットとしては、プロジェクトが失敗し売却損が発生したり、運営側に資金を持ち逃げされる場合があるということです。他にも多くの特徴がありますが、運営側、投資側の双方にとっても夢があって可能性がある仕組みですね。ただ残念な事例もたくさんあって、簡単に資金調達ができるので持ち逃げを含め、ほとんどが詐欺だという専門家も多いです。でもこういった ICO がもっと健全に運営されるようになれば、すごい世界になるなーって思ってます。ということで、来週も仮想通貨についてお話しするぞ。次も絶対見てくれよな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。